な浅田真央さんが21日、都内で日本ジュエリードレッサー賞表彰式に出席し、特別女性部門に輝きました。壇上では、一番大切にしているのは、母からいただいたジュエリー。いつか家族ができて子供ができたら、私から子供に受け継いでほしい、と思い出を語った。会場がざわめいたのは、今年、30歳になります、と口にしたとき、90年9月25日生まれ、幼少期から、フィギュアスケートのトップ選手として活躍してきただけに、多くの人が意外と受けやめたようだ。いろいろな方から、30かは楽しいよ、と話してくれるので、楽しみたい。今年の目標は、自らがプロデュースする、サンクスツアーが3年目で、1年間全力で感謝の滑りを届けたい、と誓った。お願いいたします。皆さんこんにちは、浅田真央です。本日はこのような素敵な賞をいただき、本当に嬉しく思っています。ジュエリーとは、受け継ぐものでもあり、支えてもらうものでもあると思います。私が一番大切にしているジュエリーは母からいただいたジュエリーなんですけど、それを見るとなんか母が支えてくれているんだなっていうのを感じます。私ももう来年30になりますのでまたいつか家族ができて子供ができた時に、母から私にもらったように私から今度また子供に受け継いでもらえたらいいなと思っております。本日はこのような素敵な賞をいただけたのもやはりフィギュアスケートをずっと続けてきたからだと思っています。引退してから浅田のサンクスアーというアイスショーを開催しまして、今年で3年目になるんですけども、今日いただいた賞のようにジュエリーのように輝けるスケートをパフォーマンスをこれからも皆さんに届けていきたいと思っています。そして感謝の滑りを全国の皆さんに届けていきたいと思います。本日は改めましてありがとうございました。ありがとうございました。おめでとう。本日はテレビ局、新聞、雑誌など非常に多くの報道関係者の方にお越しをいただいておりますので、ここで撮影の時間を取りたいと思います。受賞者の皆様、今年もサンクスツアーが続く。真央ちゃん、お体を壊したりすることなく乗り切れるように祈って応援します。